10月25日の誕生花としてネリネを紹介します。特徴、ネリネは奇岩場中の球根植物で、秋に鮮やかな花を咲かせるのが特徴です。ピンク、白、赤などの美しい花を咲かせ、花びらが反り返った形がとても華やかです。花の直径は5センチほどで、草丈は30から50センチメートルほどに成長します。主に南アフリカ原産の植物で、切り花としても人気があります。花言葉、また会う日を楽しみに。秋に咲くネリネの花は、1年を経て再び美しく咲くことから、再会を待ち望む気持ちを表します。忍耐、長い休眠期間を経てようやく花を咲かせる姿が忍耐を象徴しています。箱入り娘、繊細で優美な花姿から保護される存在を表す言葉です。歴史と文化、ネリネは19世紀に南アフリカからヨーロッパに導入され、園芸植物として高い人気を得ました。特にその華やかな色合いとユニークな形が、多くのガーデナーやフラワーデザイナーに愛されています。育て方、日当たりの良い場所を好みますが、夏の直射日光を避けると良いです。水やりは、休眠期には水やりを控え、成長期に適度に与えます。耐寒性は比較的寒さに強いですが、寒冷地では冬場に保護が必要です。まとめ、ネリネはその鮮やかな花色と繊細な花姿から、秋の庭を彩る花として親しまれています。10月25日の誕生花として、再会や忍耐を象徴するネリネは、心に響くメッセージを届ける花です。